いやー、これフィンのミニフィグついてたら完璧だったんですけど、つかないのがやっぱちょっと、なんか嫌だな。裏切り者か！皆さんこっちです。重症オルゴブリだ。広げるな！はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちら、レゴスターウォーズスターキラー基地での決闘です。もうエピソード7のあの最後の決闘シーン、僕すっごい好きなんですよね。はい、今回の動画では、こちらを作って、まあ簡単に説明して、その後、まあ僕の記憶で、まあ最後の決闘シーンを、まあ再現しようと思います。はい、では、箱を見ていきましょう。もうかっこいいです。もうエピソード7結構見てるんですけど、やっぱこのシーンをほんと思いますね。あ、ちなみになんですけど、僕は、はい、こちら、エピソード8のカイロレンとレイを持ってます。ちなみになんですけど、カイロレンのこの額の傷なんですけど、この戦いによって付けられた傷となっております。いやー、かっこいい。ちなみに、この台座回るみたいなんですよ、見る感じ。パッケージの上はダースベイダーとなってます。はい、箱の裏はこのようになってます。そうそうそう、カイロレンが倒れた後、ここがパカーって割れて、終わるんですよ、エピソード7って。はい、では、開けましょう。はい、中には、パーツが入った袋が2つと、そして説明書が1冊です。ちょっと余談なんですけど、僕エピソード7の、レゴ買ってないんですよね。8のレゴは買ったことがあります。で、エピソード7のレゴスターウォーズ組み立てるの、これが初めてなんですよね。いやー、これは楽しみです。はい、それでは袋からパーツを取り出します。今回は小さいパーツが結構多いですね。では作っていきます。はい、まずはミニフィグから見ていきましょう。かっこいい。で、僕すっごいびっくりしたのがあって、カイロレンのライトセーバーの色がなんかちょっとメッキがかった灰色なんですよ。ちなみに僕が持ってるエピソード8のカイロレンのライトセーバーはこちらです。これは黒一色です。とカイロレンのライトセーバーって確かちょっとメッキがかった黒なんですけど、これかなってことは、僕は今までカイロレンのライトセーバーイコール黒だって思ってたことなのかな。ちょっと比較になっちゃうんですけど、もう衣装全く違いますね。こっちはマントつけてて、こっちはマントなしです。裏もどうだろう。あ、裏も全然違いますね。はい、ではカイロレンを見ましょう。いやー、かっこいい。カイロレンのこのライトセーバー、僕すごい好きなんですよ。このカイロレンの顔はリバーシブルフェイスとなってますので、はい、こんな感じで変えることができます。これレイに切られて、傷をつけられて、そのまま倒れて終わるんですよ。で、エピソード8で実は生きてたっていうことがわかるんですよ。こんな感じで、だいぶ、ちょっと治りかけてるって形ですね。いやー、でもやっぱカイロレンかっこいいわ。はい、次はレイのミニフィグを見ていきましょう。はい、全体はこのようになってます。ちなみにエピソード8のレイのミニフィグと比較するとこんな感じです。服装もほんと全然違いますね。こちらのレイのミニフィグはリバーシブルフェイスとなってますので、はい、こんな感じで変えることができます。あとそれとこちらが入ってました。こちらブラスターが入ってました。多分これはレイのものだと思いますね。レイは一応ブラスター持ってますので、カイロレンと戦う時に確か何発か撃って気がしますね。このレゴのセットオリジナルかな。いや、どうだろう。ちなみにこのブラスターはここを押すと発射されます。いきます。これ結構飛ぶんですよ。はい、完成しました。おお、もうこれね、映画まんまですよ。いやー、これフィンのミニフィグついてたら完璧だったんですけど、つかないのがやっぱちょっと、なんか嫌だな。でも劇中をちゃんと再現されてるので、いっか。全体はこのようになってます。大きさなんですけど、思ってたより、
小さかったです。この後ろの箱の3分の2ぐらいの大きさだと思ってたんですけど、箱の半分ぐらいの大きさですね。では近くで見ましょう。もうさっきも言ったんですけど、これ本当に絵がまんまですよ。いや素晴らしい。レゴのスターウォーズって本当にクオリティ高いですよ。ではギミックについて、まあ一通り説明します。この台座が回転しますので、こんな感じでライトセーバーで戦ってるシーンを再現できます。でここの後ろの木、この2つがこんな感じで倒れます。そしてその次にこちらがこんな感じで割れます。なので映画の最後のシーンを再現することができます。ちなみにレイ側にあるこの木の中に先ほど紹介したブラスター、こちらを収納することができます。はい、では動画の最初にも言ったんですけど、まあ、僕の記憶だけでエピソード7の最後の決闘を再現してみたら、これやっておきます。まあ、もしかしたら内容ちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、別にいいよっていう方だけご覧ください。あ、ちなみにまあフィンの大学これです。まあ一生はっぽいんですけど、ちょっと顔がもう全く違います。じゃあちょっとまあそれっぽく再現します。まあまずフィンとカイロレンが戦うんですけど、結局まあフィンがやられます。でこの時僕初めて知ったのが、カイロレンのこのライトセーバーのこれでフィンの肩を刺したんですよ。僕その時、あ、カイロレンのこのライトセーバーってそうやって使うんだって思いました。裏切り者かー。まあそもそもフィンは、まあ、ストームトルーパーだったんですよ。ただポーと共に逃げてきて、そこでレイと出会って、まあレジスタンスの一員になるわけです。カイロレンは怒鳴り、そこにレイが来るわけです。そうだ、その時ライトセーバー確か飛んでったんだ。そしてここにレイが来て、フォースでライトセーバーを拾って、ライトセーバーでカイロレンと戦います。やばい、カイロレンの頭がトマト君みたいになっちゃった。そして激しいライトセーバーの戦いの行方、カイロレンは顔に傷をつけられ倒れます。とどめを刺そうとしたんですけど、真っ二つに割れて終わりです。いかがだったでしょうか。まあちょっと演技にはあんま自信なかったんですけど、スターウォーズのこういう名シーンのセットが発売されるの僕すっごい好きなんですよ。エピソード3のムスタファーの戦いもこんな感じで、まあ僕の記憶だけでやってみたというのをやろうと思います。はい、レゴスターウォーズスターキラーでの決闘はこんな感じです。はい、というわけでレゴスターウォーズスターキラー騎士での決闘を作ってみました。毎度さながらなんですけど、レゴスターウォーズでも本当にクオリティ高いので、もうスターウォーズ好きはこれ絶対買った方がいいと思います。ちょうど7のレゴスターウォーズ初めて買ったんですけど、やっぱこれは本当素晴らしいです。飾るだけじゃなくてちょっと遊べれるというこのプレイバリューの高さは本当に素晴らしいです。まあ、動画が良かったら今回のような、まあ、記憶だけの、まあ、レゴスターウォーズもやろうと思います。はい、今回の動画よろしければ高評価をお願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストや質問などお待ちしております。以上、ヒロゲーでした。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてコメントや高評価やリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんだなー。